補強土壁工法は、り土中に補強材を付設することで垂直もしくは垂直に近い壁面を構築する土止め構造物。補強土壁工法のメカニズムは、壁面材に作用する土圧力に対し、り土材に付設した引っ張り補強材の引き抜き抵抗力によって、釣り合いを保ち、土止め壁の効果を発揮させるものである。補強土壁は、 森土中に補強材を付設することで垂直もしくは垂直に近い壁面を構築する土止め構造物のことである。補強土壁の原理は垂直に近い壁面に作用する土圧に対して森土内に配置した補強材の引き抜き抵抗力によって釣り合いを保ち土止め壁としての効果を発揮させるものである。補強土壁は 補強材や壁面工の種類によって多種の工法が存在し、それぞれ設計、施工法の考え方が示されているが、設計法について統一されていない。設計の考え方は、基本的には、各工法のマニュアルによるが、共通して準拠すべき、基本事項及び留意事項は、道路土工・溶壁事進に従う。補強土壁は、 従来のコンクリート用壁と同様の用途として適用されるが、その特徴としてはなどがある。蒸気の3工法が土木研究センターから設計、思考マニュアルが発刊されている工法である。ジオテキスタイル方向土壁には壁面が勾配を持ったタイプが一般的であるが、ここでは他の2工法と比較するため直壁タイプで説明している。 土質分類での森土材比較、ありがとうございます。